ウトドアタイムドットチャンネルの中村です。今回は鎌倉市にある天苑ハイキングコースを巡っていきたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回は天苑ハイキングコースを巡るということで、スタートは JR 横須賀線鎌倉駅からで、今いるところなんですが、天苑ハイキングコース瑞泉寺口から少し入ってきたところです。いやー、天苑ハイキングコース待望の全面開通でございます。2019年の台風の影響で倒木等で天苑から瑞泉寺の間のコースが通行止めになってたんですよ。それが最近全面開通ということで、早速来ちゃいました。それで天苑ハイキングコースなんですが、ロケで何度か訪れたことがございまして、コースの途中に弘法大師のお地蔵さんがございまして、先ほどお伝えしました台風の影響で台座から落ちちゃってたんですよね。それが今台座に戻ってるっていうことを教えていただきまして、それを確認したいです。それと視聴者様から自分が知らない天苑ハイキングコースのルートも教えていただいたので、そちらのルートも使いたいと思います。それでは行ってきます。今ですね、瑞泉寺と天苑のちょうど中間あたりになります開吹き地蔵の前にいます。それで、いや、久しぶりに今この瑞泉寺から天苑の間通ってますが、いや嬉しいですね、久しぶりに通れて。ただね、この開吹き地蔵の前がこんなに開けてたかなって、ちょっとね記憶がちょっと曖昧なんですけど、あのチェーンソーとかで切ったね倒木が今そちらにたくさんあるので、おそらくここの場所が通行止めだったのかなと思われます。いやね、ただね、整備してくれてる方たちがいるので安全にハイキングコースを歩くことができております。ありがとうございます。それでは引き続き行ってきます。
今ですね、天苑に着きました。いや、久しぶりの瑞泉寺から天苑の間通れて本当に嬉しかったです。それと天苑からの眺めでございます。いや、鎌倉の街と海がよく綺麗に見えますね。それで今時間が1時手前です。なのでこちら天苑でご飯にしていきたいと思います。今ですね、庭園でご飯をいただきました。今回のご飯は愛妻弁当ではなく、あの鳩サブレーで有名な鎌倉豊島屋のパン屋のハムとチーズのパンとコロネをいただきました。美味しかったです。ごちそうさまです。それで今日朝嫁さんに今日お弁当はいいのって聞かれたんですが、ゆっくりしてもらいたくて今日は断りました。あと豊島屋がパンを出してるのを自分知らなくて、いや思わず買っちゃいましたね。いや本当に美味しかったです。それではこの後は視聴者様から教えてもらったルートを探して通るのと、あとは工房大さんが台座の上にちゃんと戻ってるのかを確認してみたいと思います。今ですね、天苑ハイキングコースからちょっと外れて今泉台6丁目公園の近くにいます。こちらが視聴者様から教えてもらったルートだと思います。いや、すぐ見つけられましたね。ただこちらの道2回ぐらい通ったことあるんですけど、もう教えてもらわなければ全然気づかないルートですね。いや本当にドキドキワクワクしてきました。それでは引き続き行ってみます。今ですね、初めて使わせてもらったルートがすぐ終わりました。もうここが天苑ハイキングコースのルートです。いや短かったけどね、途中鉄塔だったり、あとは倒木があってくぐり抜けてたりとか、あとですよ、
アシナガバチが途中で出てきて、うわ出てきた怖いって、もう固まってこう、もうハチさんがこういなくなるのをこう待ってから行ってって、ね、もう短かったですけどすごく楽しかったです。じゃあそれでは工房大師さんはね、もうほんとすぐ近くなので早く台座に座ってる姿が見たいです。はい、今ですね弘法大師様の前に着きました。ちゃんと台座の上に戻ってますね。いや嬉しいですね。以前来た時は台座のこちらの後ろの方にいたんですよ。いや嬉しい、いや本当に良かったです。それでこの後は十王岩の方に向かって、十王岩の近くにまだ通ったことのないルートがございまして、そのルートは前からあるのは知ってたんですよ。ただね使ったことはないので、それを使って鎌倉駅まで行って今回の庭園ハイキングコースの冒険を終了していきたいと思います。今ですね十王岩に行ってきました。十王岩からの眺めも本当いいんですよね。十王岩は八幡様の北側にあるんですかね。ちょうどその十王岩からの眺めがですね、八幡宮、鳥居なのかな、鳥居らしきものが見えて、で段かずらで、それで海まで一直線になってるのがねわかるんですよね。で海も綺麗に見えて、いや本当に景色がいいところです。それで今先ほど言いました、まだ通ったことのないルートの入り口に着きました。ここは庭園ハイキングコースで、こちらが行ったことないんですよね。でここに石の標識ですかね、右が建長寺、左が覚音寺、こっちが左なんですかね。ちょっとこれどっちの方を示してるかわかんないですけど、いやまた初めてな道なんでドキドキワクワクしてきました。それでは引き続き行きます。今ですねだいぶ八幡様の近くに近づいてきました。八幡様のね結構真裏の方にいます。でこのまま進めば八幡様の横の道に出ると思います。それでこのルート後半からすごいですね。いやね後半から結構アップダウンと、あとは尾根が狭くなってて、こう滑落したら危ないポイントがいくつかありました。いやアドレナリン出まくりですね。いやー最高です。
今ですね、道を間違えました。迷いました。そのまま道をまっすぐ進んでましたら、グリーンコースという標識が出てきたんで、いや、このまま行けば間違いなく道に出れると思ったんですよね。そしたら着いたところが鎌倉市立第二中学校のグラウンドに着きました。いやいや、これは行っちゃいけないやつだ、入っちゃいけないやつだと思って、いや、どこで分岐点を見落としたんだろうなと思って、いや、焦って戻ったらありましたよ。いや、分かりづらいです。これはまっすぐ行っちゃいますね。いや、本当に面白い。最後の最後でね、アクシデントに見舞われてね、アクシデント最高でございます。すいません、またダメでした。すごいやぶ。いや、いけると思うんですけど、もうやぶすぎちゃって、もう痒くて、もういろんな虫が出てきて、いやいや、やられますね、本当。今回最後、いや、どうしよう。いや、もうちょい戻ったらね、もう本当に絶対迷わないね、分かりやすいね、住宅に抜ける分岐があったんで、そこまで戻りたいと思います。